美しいですよね。まあなんか本当にこうちょっと民族らしい、親から子供へ継承されていく、そういった意味合いのある。シルバーの純度が高いんで柔らかいんですよね。合わせるものによって変えたり、めちゃくちゃたくさんつけてるんで、ちょっと民族の人みたいになっちゃったんですけど。皆さんこんにちは、高田チャンネルです。今回はアクセサリーについてちょっとお話をというか紹介をさせていただきたいなと思っております。今回、紹介するアクセサリーはトゥアレグ族のアクセサリーなんですけども、トゥアレグ族っていうのが、アフリカのサハラ砂漠に暮らす遊牧民の方たちですね。彼らがずっともう伝統的にシルバーを掘ってアクセサリーを作るっていうのがもう伝統工芸としてトゥアレグ族の方が代々こう作り上げているアクセサリーなんですけれども、いわゆるヨーロッパでいうネイティブジュエリーですね。アメリカでいうとやっぱりこうネイティブアメリカンジュエリー、要はインディアンジュエリーがそれにあたると思うんですけど、ヨーロッパだとそのトゥアレグ族の作るアクセサリーのことをこう指す場合もあるというぐらい、ヨーロッパでは割とこう一般的ですね。これからいろいろ紹介していきたいんですけど、一番の特徴としてはまず繊細。ネイティブアメリカンジュエリー僕も大好きでつけたりするんですけど、かなりこうなんでしょう、シルバーも厚みがあって、例えばコインシルバーを使ってたりするんで、重さがあって厚みがあって硬さがあって、凹凸もやっぱり結構深くてかなりこう男っぽい、そういうところがすごく僕も魅力に感じていて大好きなんですけど、トゥアレグ族のそういうアクセサリーっていうのはもう少しこう繊細で上品で、ちょっとこう男女どちらでもつけられるような、そういった雰囲気、もちろんインディアンジュエリーだって女性つけてかっこいいと思うんですけど、もうちょっとこう繊細な雰囲気っていうのが特徴なのがトゥアレグ族のアクセサリーなんじゃないかなと思っております。こう個人的には結構そのドレスっぽいスタイルに合わせられるっていうところも特徴なんじゃないかなっていうふうに思ってまして、一番大きい、一番有名にトゥアレグ族のアクセサリーを有名にしたのはおそらくエルメスですね。エルメスとのそのコラボというか、エルメスのアクセサリーでトゥアレグ族のモチーフが使われたっていうことがすごく大きいんじゃないかなと思います。なのでヨーロッパとしてのネイティブジュエリーっていうところで考えた時のトゥアレグっていうのがあるので、エルメスがそういうモチーフを使ったっていうのは割とこう自然な流れなんじゃないかなというところが言われています。はい、それでは一つ目紹介したいのはこちらですね。こちらのアクセサリーです。すごく繊細で、この何でしょう、彫りもすごく細かくて美しいですよね。これはボタムトゥサハトっていう、八角形を表す意味なんですけど、その意味を持っているバングルですね。ちょっとこう実際につけてみますけど、こういう感じです。で、結構この幅が広くて大ぶりなんですけど、この真ん中が割れてて肌の露出が結構多いんで、そんなにこう重くなりすぎない、そんなにこう重くないっていうのがすごく特徴ですね。で、結構こう大ぶりだと全部シルバーだとかなりすごいアクセサリーしてるなっていう感じになるんですけど、このぐらいだとそんなにまだこう嫌味じゃないというか、自然につけられる範囲なのかなというふうに感じています。で、これがどうやらこのトゥアレグ族のこのバングル製品としては一番人気のようで、お気づきの方も多いと思うんですけど、やっぱりエルメスもこのボタムトゥサハド八角形のこの形、まさに H になるような形っていうのをやられていますけれども、まさにそれと近い感じですね。で、やっぱりこの何でしょう、この調銀というかこの彫りの繊細さっていうのがすごく特徴ですよね。で、インディアンジュエリーとかだとやっぱりもうちょっとこう凹凸がはっきりしてて力強さっていうのが出てくるんですけど、もちろんこのモチーフっていうのはやっぱりその神様だったり物語だったりいろんなこうストーリーを表しているんですけれども、またこうインディアンジュエリーと違った雰囲気があって、これもすごく素敵なんじゃないかなと思っています。はい、次にご紹介するのがこちらですね。これがネックレスですね。ペンダントトップのボタムスンスルドっていう、これも八角形を意味するもうタイプなんですけど、先ほどのと違ってこれはネックレスタイプですね。こう紐がついてて両サイドに玉になっているので、これで調節できるタイプです。これじゃつけるとこういう感じですね。これ長さ調節して、
この大きさだとあんまりこう上にするよりもちょっとこう垂らしてる方がかっこいいと思うんですけど、結構このこれもまたすごく繊細で素敵ですよね。これシルバーの925なんですけど、純度が実際はもうちょっと925よりも純度が高くて、なのでこうなんでしょう、ちょっと白っぽくなるんですよね。シルバーなんですけど少しこう白っぽい光が帯びるんで、なんかより上品な繊細な感じっていうのがよく出ますよね。でこれも本当にシンプルなコーディネートの時に、まあ、こういうニットもそうですけどすごくいいアクセントになるのかなという感じで、まあ、これ本当好みでこの長さですね、紐の長さ調節できるんで、まあ、割とこう好みでこう長さを変えて割とシンプルなコーディネートにこうアクセントをつけるっていうのもいいんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、これもエルメスでこの形っていうのはやってましたけど、これも同様にすごくこう定番ですね。トゥアレグ族としてはこう定番の形になります。はい、続いてご紹介するのがこれがメンズでベストセラーみたいなんですけど、こちらですね。ちょっとこう細い繊細なブレスレットです。でここ分かりますかね、端っこに黒炭が入っています。黒炭ってアフリカとかアジアで生息する高級天然木なんですけど、英語だとエボニーウッドですね。エボニーウッドってよくこうジュエリーに使われるエボニーウッドをシルバーでこう挟み込んでます。このシルバーの熱で燃えないようにするのが結構大変らしくて、あの芋に包んで食べるあのお芋ですね、お芋に包んで熱を加えるっていう、まあなんか本当にこうちょっと民族らしいこう手の込んだストーリーがこれはあります。でこれがなんでベストセラーなのかっていうところなんですけど、まあ、おそらくこの使いやすさじゃないかなと。とにかくこれ重ね付けしやすいですよね。時計にも合わせられるし他のアクセサリーもつけられるし、例えばこれを2本とか3本つけてもいいしっていう、その使いやすさ汎用性がすごくいいんじゃないかなと。まあ、本当この1本つけていくだけでも結構こう上品で素敵ですよね。ヨーロッパのネイティブジュエリーって言われるような繊細さがどちらかというとこうドレスウェア、ドレスシャツとかの袖口からこういうのを覗いてるっていうのもすごくかっこいいんじゃないかなと思います。もちろんドレスのスタイルでこういうアクセサリーつけるっていうことが外しというか、まあ、正統的なドレススタイルではないとは思うんですけど、インディアンジュエリーみたいなああいうごついものを出すその外し方と、またこの繊細なネイティブジュエリーがシャツの袖口から出てくる遊び方、その楽しみ方っていうのはまたちょっとこう雰囲気が違って見えるんじゃないかなと、もう少しこう上品に見えるんじゃないかなというふうに考えています。次に紹介するのがこちらです。これもペンダントヘッドですね。アガジススンスルド、まあ、ちょっと名前難しいんですけど、ではこれ何かっていうとサザンクロスですね、南十字星ですねをモチーフにします。これはもうこのアドワットゥントゥアレグのランドロゴのモチーフにもなっているもう本当に代表的なアイテムで、このペンダントヘッドを要は、まあ、トゥアレグ族っていうのが遊牧民なんで砂漠で空を見上げて南十字星にこれを合わせてコンパス代わりに用いてこう旅をすると、親から子供へ継承されていくそういった意味合いのあるアクセサリーですね。これもつけるとこういう感じです。胸元で揺れる、割とこう大きめですけどこれもアクセントとしてこうつけていただくのもすごくねおしゃれなんじゃないかなと思います。いいですよね、このこういうロマンがあるものって結構惹かれますね。次にご紹介するのがこちらです。こちらですね、リングですね。これ実はシグネットリングです。ボタムティサットっていう名前のシグネットリングですね。このシグネットリングって今日はこの左手の薬指にするリングのことで、英国文化では男性が唯一できるアクセサリーとしてこの左手の小指のシグネットリングというのが言われますけれども、トゥアレグ族が作るとこのようなリングになります。トップの部分に少しこう繊細なモチーフがあって、間に先ほどのエボニーウッドですねが挟み込まれていて少しこうアクセントになるような感じですね。すごくシンプルなんでさらっとつけておくとすごくおしゃれなリングなんじゃないかなというふうに考えています。
いいっすよね、これも。結構特徴的なのが、このエンド部分に調節できるように、ちょっとこの隙間があるんですよね。で、シルバーの純度が高いんで、柔らかいんですよね、どのアクセサリーも。それが結構嬉しいポイントで、僕自身も結構指細いし、手首も細いんで、サイズ合わないことってよくあって、ただこのちょっと調節ができると、ね、そのはめたい指に合わせてキュッと小さくしたり、まあ、はめたい指によってはちょっと大きくしたり、なんかそういうことができるのはすごくありがたいですよね。というこのシグネットリングのご紹介です。次がこちらです。こちらです、バングルですね。ちょっとこうボリュームのあるバングルで、ルグハーっていう形ですね。で、これは海っていう意味なんですけど、それをモチーフにしています。この模様わかるかな、がちょっとそういったものを表しているということで、まあ、少しボリュームがあるんで、ほんと単体使いでもいいですよね。こういう感じです。で、このぐらいだと、これとさっきのエボニーウッドのタイプですかね、なんかこういうのをちょっとすみません、カチャカチャ言いますけど、こうやって重ね付けしたりしてもかっこいいですよね。で、もっといくと、なんかここにこういうシグネットリングとか、なんかまだまだこう、なんでしょう、袖まくったりする時も多いし、まあ、このぐらいのね、分厚さというか幅だったら、長袖の終わったところからこう覗いててもすごくかっこいいんじゃないかなと思います。まあ、年中つけられるアクセサリーですよね。あんまり分厚いとね、この厚みがあると、まあ、僕もインディアンジュエリーとかして好きなんです、で、するんですけど、結構この厚みがあると、アウターだったりとか上にこうニットが来ると袖口に結構引っかかって、袖口がちょっとこう擦れてきちゃったりするのが早くなるんですけど、これぐらいこう柔らかい繊細なアクセサリーだとそういうのはあんまりないんで、まあ、こういうのもつけていただくのも結構かっこいいんじゃないかなというふうには思ってますね。いいっすよね、これも。ではこれが今日最後のご紹介です。こちらですね、こちらのリングです。こちらのリングはアマンティサットって呼ばれる水をモチーフにしているリングです。で、ちょっとこのダブルリングみたいに見える特徴的なシングルなんですけど、最後この出口のところでねじってこういう風になって、これもやっぱりエボニーウッドを間に挟み込んでます。で、結構これもシンプルなんですけどインパクトがあるので、なんかこういうちょっとこう太めの指とかにサッとつけてもらったりすると結構かっこいいのかなと、ちょっとすみません、たくさんつけすぎてるんですけど、こういうつけ方、この人差し指だったり、この中指だったりとかにつけてもすごくかっこいいですよね。まあ、本当にデザインが特徴なんで、結構これつけてるだけで、ね、シンプルなスタイルもこうちょっとこう変化をつけられるっていうところがいいんじゃないかなという感じです。で、もうとりあえずたくさん今ついてるような感じですけど、今日ご紹介したのがこういったトゥアレグ族のバングル、それからペンダントヘッド、バングルはこんな感じですね。ね、結構どれもこう、まあ、インパクトあるものもあれば、細いものに関しては繊細なものもあれば、あとどれも共通して言えるのがキメの細かさとシルバーのこの白っぽくなる感じっていうのがいい雰囲気ですよね。なのでこう最初の方にもお伝えしましたけど、結構こうドレスっぽい感じのスタイルにもハマるんじゃないかなっていう気はしています。まあ、これちょっとねめちゃくちゃたくさんつけてるんで、ちょっと民族の人みたいになっちゃってますけど、まあ、さらっと一つでもいいし、こういう重ね付けでもいいし、コーディネートが華やかになるんで、こういうのをさらっと取り入れられると幅が広がっていいですよね。合わせるものによって変えたり、そういうのもすごく面白いかなと思います。まあ、ドレスっぽい時はこういうのをして、カジュアルな時とかだったらネイティブアメリカンジュエリーですとか、やっぱりあっちの方がごついし男っぽく見えるんで、なんかそういう使い方も面白いですよね。はい、なのでアクセサリー好きな人はぜひそういうのも試してみてください。それでは今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。いつもご視聴ありがとうございます。コメント、高評価、それからチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。